来ました。ここはどこでしょうか。今日はドライバーが仕上がったというので金又さんとこまでやってきました。金又さんもう来てるかな。ちょっと昔のドライバーとりあえず155。今回このシリーズフルチタンのただの155っていうのとこの愛が入ってるものと2つあるんですけど、この155愛はクラウンがカーボンになってます。でクラウンカーボンにして軽くなってるんで重心が下になりやすい、で重心が下がってで、まあ、ここにもこうやってウエイトついてます、だからちょっと深くなりやすい、重心が低くて深い。でまあポコルちゃんのやつはここのウエイトもちょっと重たいものにしてます今回、重たいものにして作ってるんですけど、でこういう綺麗な声援してるのでちょうどほんとこの真ん中に重心が来るようになってるんで見た目のイメージと当てやすさっていうのがすごくリンクしてます。でシャフトがこのファイヤーね、ファイヤー、はい、HR、はい、これのバランスは何なんですか。聞いちゃう聞いちゃうよくわかんないけどポコルちゃんのヘッドスピードからしたら軽め、あの D バランスまでは出してないです。お C? C バランスで、ちょっとシャフト全体がちょっとこれタワーもシャフトなので、で動かしてる時にヘッドの重さちゃんと感じれるようにっていうイメージのクラウン。どうしてもほら前も見てくれてる人がわかると思う、ポコルちゃんのヘッドスピードに合うような重くて硬いのが触れないじゃん。触れない。意外と軽く感、軽いんだけどヘッド感じやすくて、っていうのがうまくいけるから、イメージ的には全体重量も軽めだし、バランスも軽めなんだけど、フルートヘッド感じるようにっていうイメージです。じゃあ、さあそれが果たして結果が出るかどうかがね、とってもまだ不安なところなんだけどね。1球目注目してみてください。1球目注目。1球目交互期待。はい。今日は夜じゃないからみんなが見えないから。画質がね良さそうだよ。いけそう、いけそう、いけそう。正直2番のよりもちょっとバランスいいかも、なんか分かんないけど、最初の3球ぐらいが一番ドキドキする。
そこで大体こうハマるかハマらないかなんとなく決まってくる。まあ今行く先見なくてもちょっと安心かもって思ったんですけど、いつもちょっとこれがなんかしっかりしててあの振り心地があるって感じ。しなり感はしなり感はある。振ってもらうまでは不安なんだよ。鹿野畑さんを何人も作ってるのに。それはね、どんなお客さんでもね、最初の一発目は不安。不安。この幅の中での移動だから、そこの差っていうのは絶対にある。でも振りやすさって、こうやって持った時の重さとテイクバックして切り返した時のしなり感っていうのは同じじゃない、感じ方は。だからそこは変えないで打ちやすくしてあげたいなっていうのがね。はい。特に力がない人とか女の子がキーワードの人が上がることと困る。うん、そうですね。止まらないです大体。で、上がらないとクラブになる。下にある地面にあるボールって上がらないと本能的に上げたくなると、あれこうやって当たってくると、こうやって当たるとボールってこうやって上がってくれるはず、うん、絶対こうやってね、うんうん、でもこうやって振ると上がるこうなっちゃうから、いや、うん、だからこういう動きっていうのをこうやって無理やりすくう動きっていうのはさせたくない。だから上がるって安心感があるとこうやって振り始めるから、結果的に下に当たってもちゃんと上がるよ。前回とっても感じが良かったのがこれですね。はい、ただそれだとねちょっと軽いんだよね。そうですね、うん、もうちょっと重くしたいんだけど重ちゃってこれヘッドはメンズなんですか。メンズです。ヘッドの重さは一緒なの。嘘。え、このヘッドとこのヘッド。
一緒。嘘。ちょっとこれ番手が7と8だから、うん、8の方がだいたい 6g から7g ってなっちゃうんだけど、基本的な設定重量ってのはほとんど変わらないです。別の重さに。ヘッドが重たい方が、例えばハンマーみたいなやつだと、ヘッドだけ前に置いてくれた方が、振り子ね、振り子壊しちゃうの、ヘッドが軽いから、そう、こうやって出しやすくなるので、そういう重たいヘッドをどうやって振りやすくしてあげようかなっていう振り方も、頑張ります。新兵器を楽しみにしてください。はい、バイバーイ。